久保さん今ですね中間管理職利根川を見てましてあの利根川の何話だかな,なんかそのツイッターの話が出てくるんですよでなんかそのアン,チアンチのフォロワーがいてでそのアンチは誰だったのかっていうと首を切った元従業員で,でそれを見つけて <laughs> で隔離してお前ツイッターの能力あると。 ここでうちの公式アカウントを更新しろみたいな <laughs> で。であの、あの、一つ一つ積み上げろと <laughs>。一ツイートも一つ一つ積み上げろみたいな <laughs> なんか話なんですけど <laughs> そ<う>。やっぱね、なんか悪者なんだけど、まっとうなこと言ってるっていうね <laughs>。ま<なんか笑>っとうなこと言ってるっていう、なんかね、カイジは面白いですね。うん 悪者なんだけど悪人が真っ当なことを言ってるっていうね何なんでしょうねいってらっしゃい。